増沢幸子は、日本中央競馬会所属の調教助手、元騎手。東京と生まれ、戸籍上の正式な表記は、ゾ沢幸子である。1996年、細江純子、田村誠来と共に、JRA 発の女性騎手としてデビューした。いわゆる、競馬学校花の12期生の一人で、競馬学校の同期には、福永雄一や和田隆二などがいる。 競馬学校卒業時には、最も優秀な卒業生としてアイルランド、大使特別賞を獲得するなど、騎乗技術は高かった。女性らしく、うまいのあたりがいいとも言われている。初騎乗は1996年3月2日、中山競馬第1競争の台は朝日で、16頭立ての4着だった。初勝利は、同年3月17日、中山競馬第5競争で、 アラビアンナイトに帰場してのものであった。9月には、時事通信杯クイーンステークスで重賞初帰場を果たす。デビュー年は9勝を挙げ、民放競馬記者クラブ賞の特別賞を受賞した。翌1997年も11勝を挙げ、JRA の CM で、元木正宏、鶴田真由と共演するなど、存在感を見せた。この CM では、騎手としての目標を聞かれ、 GI レースに勝つことと返答した。しかし1998年末のレース中に落馬事故に巻き込まれ負傷、過量休養に入る。2000年3月1日付で、増沢旧車社所属からフリーとなった後、7月に1年7ヶ月ぶりに復帰する。だが、若手騎手としての減量特典がなくなって、以降、騎乗数は大幅に減少する。2003年には再び、 増沢旧社所属となり、旧社所属場を中心に起乗することが多くなった。現役の騎手ではあるものの、どちらかというと、追い切りや馬の世話など、調教助手的な役割が多くなった。2006年2月14日に、増沢末尾の長男で、調教助手の増沢真希と結婚。この年は、年始から一回も起乗していないことから、結婚を機に一線を知りくものと思われたが、 しばらくは現役を続行すると宣言。同年3月1日から登録名が増沢由紀子に変更となった。2007年11月3日にこの年の JRA 初起乗を迎え、ニ案に起乗したが、それぞれ6、15着だった。11月22日の浦和競馬第5競争 C3、選抜で久々の勝利を挙げ、さらに11月24日には再び、 中央競馬で騎乗、勝利には届かなかったが、首差の2着と検討した。2008年、増ス末ワスエの定年解散に伴い3月1日付でフリーとなった。夫は同日で新規開業した鹿と雄一厩舎移籍したが、自身は騎乗機会を増やすためということでフリーとなった。所属ではないが、鹿と厩舎の調教の手伝いはしていた。 2008年11月18日、金沢競馬場で行われた、レディースジョッキーズシリーズ2008開幕戦の、金沢ラウンド第一戦の、加賀優全勝で、約1年ぶりの勝利。最終ラウンドの荒尾競馬場の、第6戦の、オッズパーク賞で2勝目を挙げ、73ポイント、獲得しわずか1ポイント差の2位で終えた。2012年3月1日付で、 フリーから菊沢隆則旧社所属に変更となった。2013年9月30日付で騎手を引退。引退後は菊沢隆則旧社の調教助手となる。これにより一時は最大で6人いた JRA 所属の女性騎手はいなくなった。JRA 通算勝利数は34勝。これは2018年8月に藤田最七子騎手が塗り替えるまで。 女性騎士として JRA 最多勝を記録であった。JRA、地方通算勝利数は39勝。中央競馬での最終勝利は2004年6月20日の福島競馬第7競争。大和メンフィスで挙げたものが最後となり、以来引退まで9年近く、中央競馬での勝利がなかった。ありがとうございます。